はい、こんにちは、レトスノーマです。今回なんですけども、自己代理と双方代理、まあ、この2つですね、民法108条の1項の内容について解説いたします。もう基本的な内容なんで、これはしっかり頭に入れていただきたいんですけども、これ条文の内容を見ると何を言ってるのかちょっと分かりづらい内容なんですね。なので今回ちょっと具体例を入れて解説させていただきます。まず条文の内容ですね、これを読ませていただきます。同一の法律行為について相手方の代理人として、または当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りではない。まあ、このように規定しているんですけども、まず初めの部分、同一の法律行為について相手方の代理人としてした行為、これが自己契約にあたります。一方で同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為、これは双方代理にあたります。なので自己契約と双方代理、ちょっと分けて考えます。まずこちらの部分ですね、自己契約の方を見ていただきたいんですけども、例えば本人が土地を持ってきて、これを売却したいということで代理人に対して売却の代理権を与えたと、売ってきてくださいというふうに代理権与えました。そうすると、この代理人は売り主代理人ですよね。なので、まあ、買い主を見つけて、買い主と契約をするわけですよ。通常この買い主っていうのは、代理人とは別の人じゃないですか。ただこの自己契約っていうのは、代理人、この人が買い主になって契約をするっていうことです。つまりこの代理人とこの代理人一緒の人なんですね。つまり本人から売却依頼をされて、代理人自身が、いや、この土地自分で買いたいなと思って、自分自身が買い主となって契約をしちゃう、売買契約をしちゃう。これが自己契約なんですね。で、続いて、双方代理。双方代理っていうのは、A さんが土地を持っていました。で、売却の代理権与えました。で、一方で B さんは、まあ、この土地を買いたいということで、代理人に対して代理権与えました。で、この代理人っていうのはどちらも同じ代理人なんです。つまり、売り主も買い主も同じ人に代理権を与えているという状況なんですね。で、この状況で代理人が自分自身で契約をしちゃう。まあ、つまり、まあ、売り主代理人、かつ、買い主代理人として売買契約書にサインをすると。まあ、いった感じですね。これが双方代理に当たります。この場合、それぞれ売買契約はどうなるかっていうと、これは原則、代理権を有しない者がした行為とみなします。つまり無権代理行為とみなすっていう話なんですね。つまりこの代理人が行った売買契約の効果っていうのは原則本人には帰属しません。だから本人は後で追認拒絶をすれば、これは契約はなかったことにできると、まあ、いった話なんですね。ただし例外があります。例外っていうのは2つあって、債務の履行、またはあらかじめ本人が許諾した行為、これについては無権代理行為とはみなさずに、これはもう契約は有効、売買契約は有効にしましょうっていうふうなルールにしています。この債務の履行って例えばどういう行為かっていうと、こちらを見ていただくと分かりやすいんですけども、売り主と買い主がこれここで売買契約をもう先に締結していましたと。で、締結をしていて、代理人に対して売買契約後の移転登記の申請の代理権を与えた、まあ、いわゆるこの代理人っていうのは司法書士さんだと考えてください。司法書士さんで、同じ司法書士さんに売り主も買い主も移転登記の申請について代理権を与えた場合、この場合司法書士さんは双方代理に当たるんですね。双方代理に当たるけれども、これは無権代理として処理するのではなくて、この場合代理人である司法書士さんが行う移転登記の申請っていうのはもう有効ってしているんですね。またあらかじめ本人が許諾した場合、つまり自己契約で言ったら、代理人が自ら買い主となって契約するの別にいいですよと許諾したのであれば、まあ、これは有効だと、売買契約は有効になる。で、こっちの場合も一緒ですね。まあ、本人二人いるんで、まあ、二人ともが許諾した場合、双方代理だけれども別に構いませんよと双方が言ったのであれば、本人 A も本人 B も許諾したのであれば、この双方代理において契約した売買契約は有効になりますよと。つまりこの契約の効果は本人に帰属すると、まあ、いうことですね。
で、ここは理解をしていただくと、より一層ですね、頭に定着しやすくなりますので、まあ、この点については個別指導で解説させていただきます。理解をしながら学習すれば、1回で合格できますんで、ぜひ理解をしながら勉強を進めていっていただければと思います。で、理解学習をして1回で合格したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。